ご紹介ありがとうございます。B&D というあの デュオですね、2人でやってます。デュオというか、まあ、バンドでもいいか、はい、デュオでも。あの京都府から昨日来まして、一応夫婦です。あの夫婦でやっております。あのこうちゃんとしたステージは2回目でして、あんまり皆さん馴染みないと思うんですけど、バンジョーっていう楽器とドブロっていうドブロギターっていう楽器なんですね。でこの楽器はあの弦を指で押さえられないぐらい高いんですね。弦高とか指が入っちゃうぐらい高いんで、こういう金属のバーで弾きます。ちょっと面白い楽器です。で、あのいわゆる皆さんが知っている普通のギターがありませんので、とてもこうちょっと寂しいような感じになっちゃうかもしれませんが、その辺ちょっと工夫して2人でやってみたいなと思います。ちょっとバンジョーもですね、あの今まで皆さんが弾いていた要は音の合わせ方をちょっと違う、まあ、チューニングというんですけど、ちょっとチューニングを変えてやっておりまして、あのまたちょっと違った雰囲気のバンジョーが聴けるかなと思います。全部で4曲、10分を目標に終わると思います。よろしくお願いします。Thank you.
どうもありがとうございます。次はですね、ギターがなくて寂しいと言いながらもちょっと 歌をやってみたいと思います。あの昨日と全く同じ構成ですので、あの覚えてある方は、ね、あれあれやと思うんですけど、あの、ね、あの It rains where It rains anywhere I go ですね。あの要はどこ行っても雨、そう、どこ行っても今日のお天気ぴったり降ってしまった、降ってしまったんですけど、あの、まあ、昨日も喋ったんですけど、あの女性 その恋愛の気持ちを天気に表した、あの晴れとか曇りとか嵐とかいろいろ出てきますので、あの楽しんでいただけたらなと思います。恥ずかしいですね。すごいなんか照れくさいんですけど、なんかあんま緊張はしていないんですが、なんかちょっとこうほてるものがあって恥ずかしいですね。はい、なんかどうしても喋ってほしいみたいなんで言いますけど、あの B&D ってね、最初バンド名何にしようかなと思って、バンジョーとドブローってやろうと思ったんですけど、ちょっとありきたりすぎるなと思って。坊主と何かにしようっていう話をしてたらね、あの私ド S やし、 B&D のド S の D とか言ってそっちになりましたんで、実は坊主ド S で決まってまして、まあその都度変えたらいいかなと思うんですけど、子供たちがもし楽器をね始めてくれて立ったらボーイズ&ガールズ、ならんなボーイズ&ドーターズかなるしね。ならへん、あそうド S ですから、ド S ボス A ですから、あの 京都出身。じゃ あの最後の曲です。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。